こんぐらいでいいかな。皆さん真面目に生きてますか。ラーメン兄弟。はじめまして、宮道の太田と申します。ごめんけど、もうふざけとけ。もうふざけ初心に戻るって話をしましたね。監督が言ったね。監督が言ったの、はい、自己紹介いらんやろ別に。いや、改めて改めて、もう一回言っとく。ちゃんと何を自己紹介。いや、もう恥ずかしい。もう恥ずかしい。ちょっと初心に帰ってるんで、今真剣なんです。もうね、ない、今年はもう真面目にやりますよ。真剣さ伝わっとうかね、カメラの向こうの人。いや、ふざけとるやん。ということで、はい、なんと、今までは、はい、ふざけたい、はい、ファンサとか、そういうね、ワードで攻めてたりとかですか、今日からインスタントラーメンも、うん、家でもね、うん、アレンジして美味しく作れる番組に変わりました、うん、まあ、インスタントラーメンって家で作るけどね。で、ちょっと、インスタントラーメンを家でもっと美味しく、あ、さらにね、さらに、あ、なるほどなるほど、ね、もう店と味変わらないぐらい、うん、はい、そういう番組に変わります。よろしくお願いします。監督笑っとるぞ。真面目にやれって言うよ。真面目にやってます、うん、あいつめっちゃ笑いよ。肩で笑いよ。本当はね、今日スーツ着てこようと思ったけど。嘘やん、嘘やん。もう笑っとるやん。何ですか。 何もおかしいですか。怖い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 。本気でやってます。ふざけてふざけて。じゃあ、いきますね。はい、行きましょう。行くぞよ。行きましょう。なんで丁寧になってんだよ。じゃあ、商品の出してなかったよ。商品の紹介から。これはどこにでもある札幌一番味噌ラーメンですね。こちらを、なんと今日用意してます。準備すごいね、いつもと違うよ。ほら、いや、自分でやったよ、はい、自作自演よ。自作自演ですけど、まあ、今日はチャーシューとネギ、まあネギは自分で切ってください。で、チャーシューはこうちょっと店のですけど、アレンジするアイテムはこの、もうメインはこの4つね。これで味変えます。味変えちゃいます。あとごま油か、これでいきましょう。はい、油垂れてます。真面目にしてください、真面目にしてください。なんですか、油垂れてます。他のチャンネルでしょ。ちょっとどこは存じ上げないですけど。いや、存じてる。じゃあいきましょうね。真面目にして、はい、ね、なんか真面目にしたら何していいか分かんなくなるけど、ねえとか言い始めたらなんかもう変なんやき。怖いです。はい、お湯沸かしてください。お湯規定の量で、はい、僕待ってます。真面目にしてください。はい、もう店終わった後でもうヘトヘトなんですよ。それでも真面目にやってくれって言われたんで真面目にします。今日は聞いてます、あきらくん。俺のことあきらくんとか言うな。あきらくん気持ち悪いな。すっごい真面目よ。すっごい真面目よじゃないね。はい、ざっと500。真面目やけね。はい、真面目やけど沸かします。真面目に沸かします。あの、お湯沸かす間とかもう今までみたいな面白い話はもうないんで、もうこれカットで飛んでいってください。面白い話はないです。はい、真面目なんで。この、今待ってる間のポイントは特にないです。心を落ち着かせましょう。インスタントラーメン作る前で、何でもそうなんですけど、美味しく食べる秘訣、はい、お願いします。これもう、これ絶対何でも美味しくなる。絶対なる。絶対美味しい。何だと思います。腹をすかせる。正解。腹をすかせる。皆さん、食にあふれてるこのね、日本たまに残したりする人もいるかもしれない。お腹すかしたらもっと美味しい。まあでも、まあ、さっきファミチキとおにぎりとサーモン握り4貫ぐらい食っちゃいました。寿司に俺も食った。これ腹すかしとうとは言えないです。小腹すいて。いや、もう俺らデブだから。いや、喋り方が丁寧じゃなくなっちゃった。ああ、いやいやいや、今まで育った環境が悪すぎて。おい、やめろ。いや、真面目なんだよ。平皿でインスタントラーメン。やっぱ平皿が大事なんですか。あんまやっぱ平皿ですね。こう麺を泳がしたらいいってメガネさんが言ってました。ラーメン屋じゃないです、メガネさんが言ってました。ラーメン屋じゃねえ。やめろお前、真面目にしろ今日は。いや、やっとるよ。この回だけは真面目にするって言ったんだ。この回だけは。なんでか分かるか。これ詐欺ってバズらしたいんだよ。やめとけやめとけ。いや、それ監督の意思やったよ。監督の意思。監督の意思。俺は今自分じゃない、うん、演じてる、うん、な、うん、息を出ちゃってるよ。これをもうこうやってほんま、はいはい。これをもうこうやってほんま、はいはい。これをもうこうやってほんま、はいはい。ダメ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 。間違えた間違えた。ちょっと間違えました。すいません、ちょっと間違えた。不器用なんです、すいません。あれやってみよう。見とったら初めて見る。とりあえずこれを入れます。これ何ですか。これは粉末ですね。味噌ラーメン、もう定番の。ここからマジ、これ、ま、マジなやつ。今、麺屋道で、デフォルトのラーメンの次にバズってる、人気がある、麺屋道と六味亭のコラボの味噌ラーメンをイメージして作ります。だから、ま、マジモス、今回詐欺じゃないです。今後詐欺ることがあっても、
今回詐欺じゃないっす。でこれ背脂の代わりにこれラード入れます。目分量でいいですか？目分量でいきましょう。どんぐらいですか？10g ぐらいかな。よし。でイメージ的にはニンニクと生姜2対1で。真面目やな。これ名前やろ、ニンニク。ちょっとすいません、僕目分量なんです。ちょっと真面目なんですけど目分量っす。ぐらいかな。この間にこうインスタントラーメンほぐしておきます。インスタントラーメンはね、美味しく食べる方法もう一つはね、規定のお湯よりちょっと少なめの方が美味しいと思います。濃くなるっす。多分そっちの方が美味しいんじゃないかな。え、こんだけしか入れないんですか？やべえだろ。いや、スープこんだけなんですか？やべえやろ、そんなわけねえだろお前。あいつやっぱ悪いよ、バズらせる気ないな今回は。いやいや、今回真面目っすよ今回。お前が詐欺れって言うからオタクが。あ、そこでまた入れるわけですね。そうちょっと溶けにくいけ、500って言ったけど、まあ、そうこんぐらいでいいかな。ここでちょっとごま油入れとく。ごま油入れる。ごま油入れます。へえ。まあ、正直ちょっと分かんないんですよ僕。あのいろいろいじってんですよね、六味亭の味噌。うんうん、それでやってるんで。あ、あともやしくれ、もやし、もやし持ってこい。あ、いや真面目だ、もやしください、もやしください。こんぐらいで。真面目ってきついっすね。真面目きつくないですか？真面目って言ったら敬語になる。皆さん真面目に生きてますか？やめません、そろそろ真面目でやるの。適当でいいんすよ人生、僕と一緒っす。よし、よし、入れた。ちょっと美味しそうに並べましょうかね。まあまあ、ネギともう無難にチャーシューでしょうね、2枚。俺ね、あと一味が合うと思うけど、本当は一味入れときたかったけど、これもう好みやね、辛いの苦手な人おるけ。あと俺は一味をガッツリ入れます。で終わり、楽勝じゃない？いいんじゃないこれ。これで美味しいですか？絶対美味しい、絶対美味しい。行こう、持って行こう。これ自信あるけどな、マジで。今回真面目、これ絶対美味しいと思うけどな。お疲れ様です。はい、真面目にできました。なんか言ってくださいよ、兄貴も。はい、いただきます。ガシャ、いただきます。いやでもこれ本当美味しいと思うけどな。うん、いただきます。あ、これね、騙されたと思ってマジ食って、めっちゃうまい、マジでうまい。これすごいかもしれん俺。あ、美味しいね。俺やっぱできる子なんじゃない？うん、美味しい。これこれ美味しいですよ監督さんよ。いいんすか、美味しいの作っていいんすか、そもそも僕ら真面目やけど美味しい。あ、監督真面目になったった、うん、一応真面目やけどやっぱこのバター周辺のとこうまいよね。あ、これ太る。ちょっと先食べて、俺一味入れてわーって食べたいけどさ、うまい、辛いのちょっと苦手やろ。うん、これうまい、来てますよ。もうちょっとラード入れてもよかったね。あ、美味しいね。うまいでしょ。うん、もうちょっとラード入れてよかった、まあ、チャーシューとネギはね一応ラーメンやけプロのあれになるんでしょうけど、うまい、ちゃんと作ったらちゃんと美味しいね、うんうん、これぐらいの手前やったらどうですか、インスタントラーメンとしていいんじゃない。ありですね。ありよね。俺はちょっと辛いのが好きで、ちょっと結構入れますね。いや俺結構入れていいと思うけどな、これすごいね。あ、俺やっぱこれぐらい1ミリ入れたな、そのくらいがちょうどいい。うん、俺はもうちょっと入れていいぐらいけど、バターの香りもするね、やっぱ。もちろん入れよう入れるって、うん、俺辛いの好きやけど、すごい人1瓶ぐらい入れるっちゃね。まあね、やべえやつはね、うちのお客さんにも何人かおるけど、すげえ人が。真面目になったら喋ることなくなるね。うん、ない。でもこれはマジうまい、香りもいいもん。いや、あの味噌ラーメンさ、やっぱあの札幌一番めっちゃ売れとうやん。うんうん、もともとうまいよ。いや、もうそうね。うん、でもこれちょっと手間かけていいなって思う人はこれ作ってほしい。うん、いや、マジうまい。俺が真面目に作ったの何年ぶり？だから約2年ぶり。うん、いや、それだけ考えたら、うんうん、あー、うまい。ちょっとスープ飲んで。いや、辛いって。これぐらいでいいけん、ちょっと飲んで。うまいけん。辛い？そげんなよ。いや、あんな入れたくない、ね、感じにしては全然。そう、やっぱちょっとね、アクセントで少し辛みがあったらいい、うん、少しあるぐらいがちょうどいい。よっしゃー、うまかった、マジでうまかったわ。もうやればできるじゃん、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。やってないか、真面目に。違う、意外にしろ、お前。違う、はぁ終わったんだろ。いや、ちょ、愛してますって書かないんだろ、真面目だから。あ、この動画が終わるまで真面目にやって。いや、なんかお前もうここも編集でカットされてるよ。いやいやいや、お前だけじゃん。きついよ。いや、きついきついきつい。動画が撮れないよ、こんなんじゃ。人間には向き不向きがある。いや、向いてない、向いてない。な、向いてないな。向いてない。もう息苦しいよ。いやいや、何やってんだ、これ。気持ち悪かった。撮んな、お前、カメラ。いや、違う。
わったらはいとか言うやん監督が。やべ知ってやべ知って、いやめちゃ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 ぶち切れとるこれ俺です。いやいや今日までありがとうございました。あ、終わり動画ね、この1本今日まで、今日まで、じゃあ明日からまた頑張ります動画。いやいやいや、それじゃあ最後に札幌一番味噌ラーメンのファンの皆さん愛してまーす。やばいの早くない、じゃんけんぽい、お疲れ様でした。やっぱ人間には向き不向きがある。いや分かったよ、ね、いい動画やったと思う。いやストレスを与えてはいけない。自分にね、うん、そう自分にもう限界やった。もうこれがその証拠よ。無理やった。終わりです終わりです、はい。